これはメガネをかけないと歌いられたんですけど、今日は山下優さんもいないのでさっきちょっとあの映画の話を駒さんとマスターとしてましたけど、もう30年近く前にですね、リュウジという映画があって、金子庄司さんという人のシナリオと監督で主演も演じて、最初は自主映画みたいに作ったんだと思うんですが、いろんな賞を取って話題になった映画なんですけど、でその映画公開になって間もなく金子庄司は33歳の若さでガンで亡くなっちゃうんですけど、今でも金子庄司リュウジのファンって根強くって、でそのなんか待ってろよっていうのが金子庄司の口癖だったっていうエピソードがあるんですが、次の歌待ってろよ待ってろよっていう歌です。この歌はそのリュウジという映画と、あとチンピラっていう映画もあるんですが、どっちの映画にも出てた菊池健二さんっていう役者がいて、でその人がやっぱ30年近く前に幡ヶ谷の小さな店でライブやったり芝居やったりしてて、その当時見に行ったんですけども、でその人が歌ってたのでこの歌を知ったんですけども、で菊池健二さんもそれから何年かしてやっぱり病気で亡くなってしまって、金子庄司は今の伝説の人みたいに話題になるんですけど、菊池健二さんのことはあんまり知られてないと思うんですが、俳優さんのライブってすごくかっこよくてすごく迫力があったことを覚えています。その待ってるよ待ってるよという歌です。街にネオンが灯る頃、少し背を丸めてポケットに両手差し込み、あいつはやってくる、白いスーツ黒いネクタイ、いつものようじゃないあいつの決めたスーツ、黒いサングラスによく合う通りすがりの男や女、唾を飛ばしてあいつはつぶやく、
誰を待つの？さっきまであんな時なみがそれがこうなるわけ？そりゃないじゃない。待ってるわよ。